お、ついにここで登場か。まあ、こいつはまあ、ベータ版でも実は戦ってはいるんだけどね。だから俺自身ね、一回、多分動画に上げた一回しか戦ってないんだよね。ちょっと時間がなくて。だからもうほぼ初見に近いわ。そのトゲもしかして。ナルガクーガ あ、レイス来るんだね。いや、興奮してる場合ちゃうや。ああ、ナルガが あれ、これどっか行っちゃったパターン？ナルガクルガ。こちらでの発見例は未だないモンスターです。アステラに戻って報告しましょう。あ、報告するだけかーい。さあ、いたね、ナルガクルガね。いやー、なんかね、イベルカーナの痕跡集めながらやらないといけないから、ちょっと探すのに苦労しちゃったな。あと、あれなんだね、ムービーが。もうさっき見ちゃったからないんだね。久々なんで、久々っていうか、まあ、体験版以来やってないので、全くわからない。全く未知の世界と言ってもいいんじゃないかっていうくらいわかりません。とりあえずあれだな、服を着てるから、こっちに当たるか。あ、当たんねえ。くそ、ここはあれだったな。場所が悪かったな。乗る場所、スラッシュをするべきじゃなかったね。まあ、ナルガってあれだよね。なんか、かっこいいよね。間違えたー。俺のことをいっそぶっ飛ばしてくれ。しかも当たってないっていう。当たってないっていうね。あれはね、しくったわ。動揺してんじゃねえぞ。とりあえずゲージをなんとかして回収しないといけないんだけど。いやー、それ当たっちゃうな。そして普通にダメージがやばい。ベニの時から思ったけど、もうね、結構ダメージがね、痛いところまで来てるんだよね、ドラケンじゃ。ドラケンっていうよりかは、まあ、上位の防具だと。もうかなりきついところまで来てるね。ちょっと何かしら手を打たないといけないかもしれないな。あっぷね。当たるとこだったじゃん、お前。あれ多分食らったらワンパンクラスなんじゃないかな。でも怒ってないからワンチャン死ななかったかもしれないね。なんとも言えんけど。あー、どうしていく。あれ当たんないでかいな。これあれか、トゲ飛ばしか。確かね、トゲ飛ばしに、今作はトゲ飛ばしがあれなんだよね、確か。なんだっけ、あれ、音爆弾効くようになったんだよね、確かね。とりあえずあれだな、ぶっ飛ばししたいんだけど、場所が悪すぎる。なんちゅう場所で戦ってんだ、これ。ここまでいけるか。いや、いけないんかーい。 マジかよ。ちょっとぶっ飛ばしがさっきからあれだぞ、全然決まんないな。よし、じゃあこれでとりあえず
お前一発目からさ、起きた手前からそういうことするのやめろよ。うん、怒ってないで、これだったら多分あれだね、怒ってたら死ぬね。うん、怒ってたら死ぬわ。まあ一応ナルガのね一番強い技ではあるからね。さすがにみたいな。ちょ邪魔邪魔邪魔、アプトノス邪魔だよ、アプトノス邪魔だっつってんだろお前。こいつは邪魔だな、どうした。これ確か2回来るんだっけ、あれ2回来るっていつだっけ。だから体験がね2回来てた記憶があるんですけど、これ飛べ、だからなんで飛ばないねん。ちょっと急に下手くそになったな、もう疲れてんのかな。よし、まだこいつ怒ってねえな。あー、こっちはダメだよ、もうなんか全てがなんかあれだな、噛み合ってねえな。もう10分経過しちゃうよ、痕跡集めしてたっていうのもあるけど何にもしてないよ、もうこんなに時間経っちゃったよ。あ、マジで何もしてないからね。とりあえず音の手なんだけセットしとくか。あれだな、まだ、あー、これあれだ、もう一回クリアした、あっぶね、ちょっとずれてたね、あれもうちょっと俺の方に当たっちゃう、当たっちゃうと普通に待ってたな。まあ一応ね猫が一回補正してくれるけど、まあそんなに頼ってダメだから本来はね。ちょっとさ、全然殴ってくんないんですけどこの人やばいな、全然殴らせてくれない、俺ばっかされる、さっきからカブト割り全然当てれてねえんだよな。え、何今さ、突っ張ってきたよね、突っ張ってきたっていうかあんな技あるんだ、知らなかった、まあ、全然やってないからさ本当に分かんねえんだよ。もう一回来るね、アルガ怒ってないとね、尻尾は切れないっていうのがね、昔からあれだあったんだけど、今作はどうなってるんだっけ。さっきも言ったけど、わかんないんだよね、マジ全然言ってないからさ。いやー、本当にさ、あったな、カブト割りが。マジでカブト割り当たんね。俺は何を破壊したんだ俺は。あー、くそ、せっかくのカブト割りチャンスがまだあるか。ちょっとさ、本当に何してんの。やばいわ、冗談抜きでやばい、で冗談きついわ。あー、マジかよ、マジかよ、なんだあの連続のあれ、なかなかやばかったぞあれ。ちょ飲んで、マジか、いやあんなことされると思わなかった。あー、ちょっと、いやー最悪だ。最悪、おお最悪だわ、なんか今回ちょっとあれだな、いやーちょっとな、最悪としか言いようがねえわ。いや別にタッチね、別に何かと相性が悪いわけじゃないんだけどね、相性はいいんだけど、なんかいろいろとなんか今回は噛み合ってなくて。すごい苦戦してる、あー、来てないね、
全然切れねえよ。あ、寝てんじゃん。なんだよ、もう弱ってんのか。あーやべ、あでも爆弾は全然使ったよ確かな。だからあれだな、ぶっ飛びやって、はぶっ飛びやろうと思ったらなんかいじめたいっていう子がいるんで、まあいじめさせとこうか。ああこれ当たんのか。だよね、当たんねえよな。これとこれ、いやー終わんない。あでもこけてるわボコボコやな。本当は顔面傷ついてたらもっとダメージがあれしてたったりしてるんだけど、いやーもうこれはとりあえず終わったいやーちょっとグラッとな。尻尾はどこ？尻尾どこだ？尻尾、あれ？尻尾は？ここにあんのか？いやー、まあ、まあ、ナルガクルガは結構ね、なんだろう、元のベースをちゃんとまあ、ワールドシードというか、アイスボーン仕様に、まあ、そんな感じなんで、まあ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 、あれ？尻尾がない。尻尾どこ？ちょっと待って、あ、これだ。あっぶねえ、尻尾見づらいとこに起き上がってます。はい、といった感じで、まあナルガクルーはこんな感じだね。うん、まあ慣れちゃえばそんな強くないモンスター、まあそれはね、どのシリーズの人そうなんだけどね。はい、といった感じで、ナルガクルーはこれで終わります。さよなら。